皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。<coughs> 今日は20、2013年8月27日え日曜日の朝、えー、5, 時5時36分ですね。皆様、いかがお過ごしでしょうか。皆さん、おはようございます。ちょっとね、昨日のね、夜ね、あのー、 寝ちゃったんですよね寝ちゃったっていうか、ネットリックス見てました。ネットリックスじゃないね。えー、久しぶりに、アマゾン、プライムビデオ見てましたね。なかなか面白かったですね。うん、あ、ネットリクスだったかな。うん、まあ普通、うん、最近映画ね、あんまりね、あんまり興味ないんですよね。新,新着映画とかね。新着映画って言ったって、どうせ古いんですけどね。 ただ、まあ、昨日見たのは、まあ、ちょっとソフトタッチ的なやつでね。まあ、あのー、そこそこ、あのー、真剣に見なくていいんでね、いいかなと、感じでした。あと、まあ、どうしてもね、夏休みはホラー映画が多いんですよね。で僕ねホラー、ホラー映画怖くてね、見れないんですよ。まあ、バカバカしいってのもあるんだけど、あのー、小学生の頃からね、 ホラー映画っていうのはね、怖くて怖くてね、夏休みは必ずホラー映画やってたじゃないですか。あの、昔は、テレビでね、お化け特集とかね、心霊写真とかね。あれのね、怖くてね、一人で見れないんだけど、テレビね。でも、興味があって見ちゃうんだよね、一人でね。で、あの、布団にかぶりながらさ、布団の中に入りながら、 怖い時なんかっていうのはギャーって見ないでね普通にかぶっちゃってね怖い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 言ってでまたあの大丈夫かなと思って顔出すんだけどでそうするとね一番怖いところを見ちゃったりしてね、うん、目の裏に残像として残ってもう眠れなくなっちゃったりねトイレ行けなくなっちゃったりしてねもうどうしようもなんないんですよねああいうねバカなところなんかあるんでね僕ね いまだに怖いですねやっぱりあのまあ幽霊いるって信じてるんでね僕はねあの世があるって信じてますからだから幽霊いますよね当然いますよね <laughs> で悪い霊といい霊がいてねいい霊は天使だからいいんだけど大体いい姿を表すのこのね地球上でうろうろしてるのは 悪いで自爆霊でしかないですからね。だからお墓とかね、夜行っちゃだめですよね。自爆霊がついてくるからね。うん、もういいことないですから。はい。はい、で、ドル円はね、案の定最後の方上に行ってね、終わりましたね。これまた、あの、明日からね、どん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 上行っちゃいますね、これ。どうしようもなんないぐらい。冷やし。 中足、こう、き足でしょもう、もう、もうちょっと、もうちょっと100、これ、これ、ひですからね。151円ですね。うん。あと、あとちょっとですね。あとどのぐらい ?146 の50ですからね、もう。あと400。うん あと500ピプス <laughs> あと400ピプスぐらいですかね400 450。450ピプスぐらいか。うん。<laughs> まあその後どうなるかなんですけどね。まあ、一旦落ちたように見せかけてこうでしょうね。まあ、ここはまあ結構300ピプスぐらいの。 まあ300、400ピプスぐらいの、<laughs> おしめはあると思いますけど、こうやって上行っちゃうんですよね。だから、気をつけないといけないですね。うーん。まあ結局ね、<laughs> まあ金曜リセットとかいろいろ言われてますけどね。まあほんで、まあ昨日のね、<laughs> あの、 ジャクソンホール。まあ、ジャクソンホールっていうのは、日本の軽井沢みたいなところですよね。軽井沢みたいな、一暑地で、<laughs> アメリカの一地でね、世界の,あの中央銀行の総裁が集まって、まあ、いろいろ喋って、それらの発表をしたと。 まあ、それで、あの、動きますよね。そう、為替がね。中央銀行総裁ですからね。まあ、あの、なんでもないことでも動くんですよね。ねジャクソンホールが終わりました。まあ、来週からですね。夏の風物詩、ジャクソンホールが終わったので、来週からこれ上行きますね。151円までは安定して上なんで、ロングでいいと思います。あと、ブリックスも終わりましたね。 ブリックス、まあ、これはあんまり、まあ、失敗も成功もなかったと。で、まあ、あの、えー、っと、中国のね、あの、総裁が初日は出なかったと。初日は欠席したということでね、まあ、国内問題は大きいんですよね。うーん、まああの、不動産会社がね、あの、大規模倒産したとかね。 あるじゃないですか胡錦濤じゃなくてさ習近平さんも、まあ、ちょっと立場がね危なくなっちゃってちょっと危ないとあとはまああのー、国内でね四川の方とかで大洪水が起きててたくさんの方死んだりねあとはまああのー、マンションマンション建設でね 手抜き工事がすごくてあの建築してる途中で倒れてどんどん倒れていっちゃうとかねいろんなことがあるみたいですねうんでまあインドのね新幹線工事なんかも中国からやっぱり日本にするって言って日本になっちゃったねであとはあの南のね海にね作ってた 海洋基地が、まあ、沈んできちゃって、ね、<laughs> ものすごい借金になっちゃってるとかね。まあ、嘘みたいなバカな話がいっぱいあるんですよね、中国ってね。あの、中国が絡んでる、まあ、ブリックスも新しい紙幣発行しようかって話だったんだけど、まあ、中国が絡んでると、やっぱりうまくいかないですね。中国。 中国こそ、リセッションだよね。あの、中国ってね、単独でリセッションするかもしれないんだよね。うん。アメリカは、あの、世界全体でリセッションになっちゃうけどね。基軸通貨だから。中国こそね、単独リセッションに入っちゃうかもしれない。で、結構小さい中国になっちゃって、台湾問題とかもなくなっちゃうかもね。 うん日本との摩擦もなくなって、お金ください、お金くださいって、お金貸してくださいって言ってくるかもしれないね。かわいそうだけどね。でジャクソンホール終わったでしょ。まあ、ブリックスも大したことなかったと。中国のリセッションでしょ。これはこれから怖いけど、多分日本はあんまり関係ないですね。もう,ねうん。お金考えるから。 他に売り先考えるから、もうずっと考えてきたから、今まで。今まで20年間。中国は危ねえなって思ってたからねで。全部工場引き上げちゃったしね、メーカーはね。電気メーカーとか自動車メーカーもね。まあ、こんな感じでね。うん、まあ一応、まあ日本は大丈夫じゃないかなと思いますね。ただアメリカが危ないよね。 アメリカアメリカドルが信用なくなってるからね、あの…ちょっとドルあの発行しすぎたんだよね、うん。これが日本には非常に大きな問題になってくると思うんですよね。 で、じゃあ日本自体には何か、あの、金融不安ってあるのかって言ったら、日本はないですね、もうね。借金はいっぱいあるんだけどね。うん。岸田さんはちょっとクビになっちゃうかもしれないね、あの人ね。ただまた今、今、支持率が上がってきたからね、岸田さんね。だから、 あの公明党もね、また自民党にすり寄り始めましたよね。やっぱり選挙協力しようとか言ってさ。まあ、公明党もダメだね、もうね。<laughs> あの姿勢はちょっとやはり、弱いね。うん。で、こうでしょ。だから、あと日本は、ちょっと、また増税するじゃないですか。 ちょっとやばいかもね。あとはまあ年金問題とかあるよね。年金下がるとかね。増税があるんですよね、またね。増税と、まあ、あと紙幣。紙幣交換しましょう。新紙幣。うん。 これね、た、まあ、単純預金が、まあ、全部使えなくなるって話もあったけど、マイナンバーのマイナンバー法のマイナンバーカードの方でね、トラブルばっかりなんで、うまくいかない、うまくいかないね、やっぱりね。うん。はい。まあ、あと、仮想通貨見てみようか。 そうすか <laughs> まあ動きないね動きなしですねまあ下がってはいないですねうん382万かまあ上がってくるでしょうね下出してみるか一目見ないと分かんないんだよね 最近はね、ありあってたんですよ。あの、土地取引のね、土地取引の境界線、うん、境界線でね、あの、うちの親が持ってる土地と建物、土地があるんだけど、そこをね、隣の土地が侵食してんだよね。ぐーって入り込んでるんですよ。あの、隣の土地、大きな駐車場なんだけど、アスファルト引いた時にさ、アスファルト重いから、 ぐーっとさ、うちの土地に侵食してんですよね。で、境界線で調べたらさ、分かってさ、それで、相手は、相手はさ、知らん顔して、これで、じゃあ承諾してくださいってさ、知らん顔、あの、お互いに、あの、文句なしとか言って契約書作ってきてるでさ、びっくりしちゃってさ、俺。ほんであ、びっくりしたから、あの、同意できませんっていうのそれ作ってました。ほんでね、 これ、いつ、駐車場作ったんだと。いつから進食してんだ、お前ら。つって、多分30年ぐらい前なんですよね。20年前とかね。30年前。でそう、あの、で、賃料取ってやろうかと思ってさ、うん、その間ずっとね、進食していくから、まあ一月500円でもね、取ればさ、まあ、そそ年,年間6000になるじゃないですか。10, 10年で。 うん、10年で6万、20年で12万、大少だねな <laughs>。うん、もう嫌になっちゃうよね、ああいうね、よく見ないとね、土地ってね。いつの間にかこう、地震とかさ、いろいろあるからね。あの、いつの間にかずれ込んでんですよね。うん、地震とか、あるからさ、台風とかね。だから、 地盤がさ、ぐー、地盤ごとぐーって押されるからね。うーん。だから、三角測量でさ、ちゃんと測量してもらってね。まあ、あの、まあ、どこに言えばいいのかわかんないですけど、ああ区役所とか市役所とかに言ってね。なんかこれ、あの、標識 <laughs> ごと流されてますよ、つってね。 でこうやってみたらさ三角測量でやってみるとやっぱりこうグーンってさね流されててこっちへ来ちゃってると自分,、まあ、自,分自,分自分の自分の逆,逆側にね進速してないからまあ心配ですけど、まあ多分大丈夫それはね逆側は道路になってるんで大丈夫なんですけど <laughs> まあそういうのあるから まあ土,地土地取引って、土地っていうのはね、あの、必ず隣同士があるからね。下手すりゃ4面、四面とも隣があるからさ。あの、どうしてもトラブルになるんですよね。不動産屋っていうのは、まあ、あの、裁判するのが仕事なんですよね。もう四六時中。うん。何でもいいや、とにかく裁判しようっつって。あ挨拶代わりにさ、裁判しましょうっつって。 うん、もう買ってもっかー、ぼちぼちねんなーこれは大阪でしょ不動産屋っていうのはさ、とりあえず裁判を起こしましょうや、つって。まあ、そうやね、っつって。<laughs> でさ、あることないこと書くわけだよね、いっちゃもんもね。うん、ゴミがこっちに落っこちたとかさ、正面ね、下水管がこっちに流れ込んでるとかさ、あの子だ、あの子さ。ね。<laughs> 様式がずれずれ込んでるよだからこれ10年間だから慰謝料で1億抑制とかさもうあることないこと書いてさあのぶ吹っかけてくるわけだよ。であの素人不動産屋じゃない人なんていうのはさびっくりしちゃうからびっくりしちゃってさおど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 するわけね。で不動産屋なんかもやっぱ客詞に慣れてるからあの別にそんなのさ訴状が一回来た 訴状がね来たくないじゃさ、めんどくせえからポーンってどっか投げちゃってね、ほんで <laughs>、あの中身を適当にしか読まないんでね、ポーンって投げちゃってさ、ああ、社長なんか訴状来てましたけど、どっかやっちゃいました。あそう、ああ、で終わりなんだね。で、ああ、でも裁判所、裁判所行かないといけないからもう一回読むかって、トイレ行ってさ、鼻掃除食ってね、で、腹減ったらセラーメン食いに行って帰ってきて、 仕事ねえなああ、さっき訴状届いてたらもう一回見てみるからっつって、ああで、で、訴状、うん、裁判いつなんだっ,つって、うんじゃそれまでに返事書くと、で、返事もさ、はい、いいえしか書かない。<laughs> うん、知らねえとかさ、うるせえバカとかね、うん、あの、到底承服できません、終わりってって。あなたこそバカです書いて、あの、裁判所に返事するんですよね。 まあ、あのまあ、本当にね、まあ、そういう不動産屋だけじゃないけどね、うんまあ、不動産屋とか、パチンコ屋とかね、暴力団とか、ヘッタくレとかね、あのケトバシ屋とかね、まあいろいろいますわ、とにかく。<laughs> とにかくいますけれども、あのそんなことでね、踊れちゃいけないよ。俺なんて、あれだもんあの、眉毛一つ動かさないもん、そんなあの裁判の訴状が来たってね。 うん、あのー、郵便、たまたまさ、<laughs> たまたまね、家の玄関開けてね、外の空気吸ってたらさ、郵便郵便局が来てね、ああ、中野さん、郵便、郵便ですって言って、何、何、どっから来たのっつって、なんか裁判所から来てますよ、なんだよ、裁判所、いらねえよ、持ってかれよって。 いや、持って帰って言っても、持って帰ることできませんよっっ、なん何なんだ中身何なんだよ。俺見ないから開けてみろよ、て。あれじゃないですかあ、裁判員制度の話なんじゃないですか。ああ、裁判員か。お前やってくれってことか。じゃあちょっと見てみるからっっ、違うんだよ。訴状とか書いてあってね。金改正とか書いてあるわけですよ。金改正だとこの野郎裁判所から裁判所挟んで言ってくるんじゃねえ、この野郎。男じゃねえぞ、この野郎と。 俺が怖いんだったらちゃんと、あの、俺の顔見ながらね、どっついたらやつって、こいやーって感じでさ、うん、来ないだめだよ。ね、そんな人生怖がってちゃだめですよ。どっつきだったら、もう、日本じゃ負けないぞっていうぐらいね、うん、根性で来ないだめだよ。どっついたらえ、この野郎って。なんじゃお前、金借りて返さんか。 アホがお前、誰にも借りてねえよ、アホ。あさって来いや、って感じでね。うん、おととい来いや、バカーつってさ。こんな感じですよ。うん、したらさ、向こうも、そうだ、俺借りてねえんだよな。なんで来たんだろうってなっちゃうわけですうーん。どう、次だったら負けないからね。それで、俺だって、あの、相撲部入ったりさ、明治大学の相撲部とかね。 ラグビー部とかアメフト部とか入ってねあと柔道部とか入ってさ頭かち割りながらねあのどつきだったらダーンって頭かち相手の頭かち割ってですねあのビビらせるわけですよそれはもう素人でもヤクザでもね暴力団でも関係ありませんダ、はい、ーンってやっておい組長大丈夫かよってねそして <laughs> <laughs> こっちはもうライフルとかね、あのー、ワルサー P38 とかさ、あとは <coughs> 小型プラ、小型プラスチック爆弾とかね、まあ最後は小型ピカトンとかでね、あのー、持ってるから、お前ら全員集まってこいと。ね、組員全員、100人なら100人、500人なら500人、いっぺんに来いと。でそこの野原に集まれと。さあ チって言ってね、ボタン、独裁スイッチボタンプチッて押してね、パッコーンって光ったと思ったら全員ね、あの、これまでなくなったと。これで、一件落着はっね、僕のね、見事な桜吹雪の、背中に入れた桜吹雪のですね、入れ墨がほとばしてるわけですよ。さすが、お兄ちゃん ゆうちゃん、すごーい中野先生うほーまあ、こういうわけですね。まあ、そのぐらいやらなと <laughs> ダメだね。あの、素人なめるんじゃねえぞ、と。素人なめてんじゃねえ、この野郎ってね。特に不動産関係は悪徳商法ですからね、うん。まあ、僕も早くね、あの、宅研も取りますからね。 はい、宅建取って少しブイブイ言わしてですね、こっちは宅建持ってんだぞ、この野郎、つって、あ、あのー、ねあの、逮捕するとペッパー警部ー、つってね、まあ、そんな感じでございますよ。はい、じゃあちょっと <laughs>、はいあのー、皆さん、あれ買っといた方がいいですよね。<laughs> 仮想通貨買っておかないとせっかくこれ下がるために上がるために下がってくれたんだからサリアも強いね24万あるもんねまだ、うん、プルリーも強い七77え、うんど体の38円ね体の弱くなったな同時9円強いね、うん ああライトクリーム9000台に入ったのか。うん、もうだめなのかなもうだめなのかなっていうところ、とこ時がもう分かれ道ですよ、人生のね。うん、もうだめだと思ってみんなさ、逃げ出すわけですよね。もうダメだめだまたサラリーマンやったりさ、う泣いちゃったりするわけですよね。 でもさ、信念を持って、自分、自分自身を信じてる人は、いや、これ、今がチャンスだ、これからだって,言ってね、こんなチャンスもないって言ってさ、もう一回金集めてね、俺の目をよく見てみくださいと。こんなね、あの、情熱を燃やしてる男は世界中に二人といませんと。あなたは僕に投資することで、ね、そのお金が10倍にも100倍にもなりますと。どうですか 最後のチャンス。かけてみませんかと。おう、わかった、うん。お前にかけたと。なくなっちゃってもいいや。かけてみるから、100倍なんだな。いや俺言ったけど、そんな100倍になんかわかりませんよそんな。仮想通貨次第だからです。わかった、いいや。何でもいいや。お前にかけたらあ、あげたいも同然だ。おう、ってね。 そういうやつからお金を借りればいいわけ。なくなってもいいよと。返さなくてもいいよ。お前の情熱に賭けたと。その通りだ。ね。そういう人いるから、絶対に。ね。そういう人を探せばいいわけ。そしたら自分も苦しくならないわけ早く返せ、早く返せって。みみっちーことね。100万とか1000万とか1億ね。 お貸した金な、返さないといけないよ、それが人間なんだよとかね。め,めっちゃいこと言ってんじゃんね一 ?1 億、10億ぐらいでね。お前金ねえんだら本当は、と。本当は貧乏人なんだろ、10億借りてね。ペペ、ペペすごい下がってるよこれ。俺が10億借りてあげてるのに、10億使ってあげてるのに、返せ返せなんてね。はぁバカじゃないの、お前って。 ね、中野雄二先生がせっかく10億を使ってあげてるのに、返せバカじゃないのお前って、ね。俺にもっと金をよこせ、ね。別、別腹でね、給料よこせとそのぐらいのことですよ、と。何言ってんですかあなたって感じですよね。はい、いいと思います。まあちょっとね、これね、一個一個プロジェクト見ないと、 プロジェクト分析をしてみたいと思いますね、今度ね。<laughs> はい、いいと思います。逆算ホールうー。うーん。ペイパルステーブルコイン立ち上げ6 0戦 次来るよねこれね。ああ、ビットコイン。うん。はい、いいと思います。ああ、どこでね。例えばさ、あのー、スケートのさ、あのー、いるじゃん結婚した人、誰だっけ スケールと結婚した人いるじゃない羽生くん。誰と結婚したか知ってる女の人。え、石川さんみたいですよ。石川さゆり石川。え、本当はあ、ね、れ石川さんみたいですね。本当とはに <laughs> くんの結婚相手。 羽生くんの結婚相手はあ、違うじゃんか。ピアニストだった。ごめんごめん。2個下だっへえー、カノンだって。あ、浅田真央ちゃん。ああ真ユ湯。 俺も騙されちったよ石川さんとか言われてたえー、あこれがそうなんだ浅田真央ちゃんかと思ったねあこの人はそうなんだええー、かわいいね うん香川県高松市、あ、エビ型、うどん、うどん県ですね、モスクワだ、出席で卒業とか、やっぱ頭いいんだ、やっぱね、俺は明治大学出席じゃなかったですけどね、出席で卒業できないですよ、俺、バカだからね。うん あこういう、対談とかしてたんですね。あ、これの中でさ、あ、この、おめめがなんか、もうラ、ラブラブの目してるもんね、もうね。あー、よかったですね。あー、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。 はい、ね、じゃあね、このぐらいでね、今日はね、終わりにさせていただければ、まあ、幸せなんですけどね、僕はね。まあ、皆様もね、ああ、世界は公演中し、何か一つでもね、あのー、ガツンと。 俺は誰にも負けねえぞうわーっていうものをですね。ぜ、ま、ひ、あ、手に入れていただきたいと思います。それはね、もう年取っても全然いいんですよ。うん。年取ってからも全然いいですからね。うっははやってるぜ、この野郎っていうのね。ぜひですね、あのー、検討していただきましてですね、全、自分体の全身からですね、 あの、力が振り振り、ほとばせる。どうやなんだんだ、だふんだだふんだうやーってですね。まあ、こういうことをですね、あの、まあ、毎日続けることでですね、自分はあれをやるんだ。これをやらなければいけないんだ。 まあそういう覚悟がですね、出てくると思いますよ。うん。まあこれね、FX も、FX もね、当然ね、これやるべきだしね。当然や,やって叱るべきだしね、このポンタ君先生だからね。うん。まあ、あのポジショナリテいてほっといてもいいんですけどね、これね。まあどうせ上行くからね、これ。ロングロングアゴーでいいですから。 はい。それではね、今日はね、また夜とか夕方とかね、あの、気になったら動画を作って発信したいと思います。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼いたします。バイバーイ